日本サッカー協会はサッカーやスポーツの現場で顕在化するさまざまな差別や暴力に断固反対し、差別や暴力のない世界を作るべくさまざまな取り組みを行っています。試合に先立ち、両チームキャプテンがリスペクトフェアプレー宣言を行います。はじめに東京ヴェルディビーチサッカーキャプテン、前にお願いいたします。私たちはビーチサッカーを通じて人種、性別、年齢を差別することなく、みんなでスポーツを楽しく続けられることを目指していきます。また今大会運営に携わってくださっているすべての皆様、そして他のチームを応援してくださっている皆様の感謝の気持ちを持って、フェアプレーで僕たちは戦うことを宣言いたします。ビーチキャプテン。続いてレイベー横浜キャプテン、前にお願いいたします。リスペクト宣言。私たちは人種差別、出自、宗教、性的指向、その他のいかなる理由による差別を認めないことを宣言します。私たちはこのビーチサッカーを通してスポーツから、そしてこの社会から差別を撲滅できると信じ、この目標に向かってピッチ内外問わず常にリスペクトの精神を持ち、言動行動で示していくことを誓います。レイベー横浜大畑垣。両チームキャプテンありがとうございました。今一度審判団、そして両チームに大きな拍手をお願いします。さあ、それでは間もなくキックオフです。東京ヴェルディ、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 東京ヴェルディ。さあ、それではここで決勝戦の解説をご紹介いたしましょう。東京ヴェルディ。決勝戦の解説は公益財団法人日本サッカー協会フットサル委員ビーチ部会員、一般財団法人日本ビーチサッカー連盟専務理事の西川和之さんです。西川さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼しました。西脇